竹道です。コラボクエストですね。からやっていきたいと思います。まず最初に皆さんに謝罪しないといけないことがあります。今月も、水ガチャ引きました。今月もが、動画にする予定だったんですけど、ちょっと諸事情によって、動画が撮れませんでした。でですね、何が、今回、当たりましたかというと、単発で15回引きました。最初14回全部星4でした。ほんと辛いなって思って、やった15回目が、ちょうど出番が回ってきました。ラファエルです。やっと来た。これ動画撮りたかった、俺は。嬉しいと同時に複雑な気持ちになりました。引いた気持ち、時はね。 すっごい複雑だった、本当に。でもついに出た。モンスターの中で一番好きなっていうより一番強いって思うモンスターなんですよね、僕。ラファエルが。もう基本、貴属性以外だったらどこにでも行けるじゃないですか、このモンスターなら。もう本当にもう、あの日はね、叫んでましたね、ちょっと。怒られるレベルでしたよ、本当に。ということで、これでしばらくは水ガチャ引かなくてもいいかなっていう感じになりました。本当はダルタニアン、スサノオはまだ欲しいですけど、スサノオは別に水ガチャじゃなくても出るし、正直今はですね、ラファエル引いたことによって、また次欲しいなっていうモンスターが現れたんですよ。 という方なんで、今度欲しいのはサタンが欲しくなりました。サタンはね、獣神化して4つのキラー M 持ちなんですよね。で、エデン最適性。この間エデン初クリアしたんですけど、その時もサタン2体を、サタン2体を、掲示板で借りて、借りたっちゅうより、持ってきてもらって、一緒に攻略してもらって、クリアしましたという。まだ他力本願でしかクリアはしてないですね、エデンは。クリアはクリアなんで。で、無事に1回目でちゃんとエデンはゲットできました。ただですね、前回のイザナミと大黒天、両方特に負けはなかったんですけど、両方ともね、ドローンがものすごく悪くて、イザナギは2回勝って、2ドル、運悪く連れてって2ドルだったんですよ。それはまだいいとして、問題大黒天の方で、なんと大黒天に関しては、同じく2回勝って、運極に2回連れてって1ドルもしなかったっていう。 ちょっと、さすがにガチャウン。まで、その運が溜まってたんだろう。ん？逆か、時列的に言えば。そこで運気を溜めていったもんか、逆に言えば。って感じですね。で、遅くなりましたが、このダンジョンの、説明をしていきます。攻略動画じゃないから、あんま説明しないけど。このクエストに、全部で共通してくれるのがシールドと、地雷。こちらの羽のような地雷ですね。この地雷が、だいたい1ターンから4ターンの間で爆発してきます。非常にめんどくさい。なんで、今回は飛行持ちでもちょっと、苦しいですね。僕やるときは、絶対マインスイーパー4でやるんですけど、フレンド枠でマインスイーパーがなければ、飛行1のマインスイ3でも、いけるかなっていうぐらいです。逆にマインスイーパー2でクリアする人ってすごいなって思いますわ、これ。 素直にマインスイーパー持っていきましょう。ぜひ連れて行きたかった、マインスイーパーが出るダンジョン。
で、何連れて行こうと思ったら、やっぱコラボが、コラボクエストかなって思ったんですよ。強い、本当に。使ってて楽しい。で、ボスが魔族です、今回。まあ、どういうことと言いますと、この進化バベルですね。キラーが乗っていきます。そして反撃モード。そして今回、なんとクラマが、手話か、腹話か、両方引きました。あー、届いてねえし。まあでも届いてなくても行くんだもんね。すごいよ。これですね。手話か、腹話か、両方で引きました。奇跡が起きましたよ。しかも、腹話かに関しては、単発で出たんですよ。こっちのアカウント、まあ自分が普段使ってるアカウントでは10連で出たっていう感じです。まあもう今回、特にもう、今月のガチャ運特に言うことないですね、本当に。本当に言うことない。うん、で、ちなみに、まあちょっとこの後もちょっと雑談するんですけど、サブアカではなんと、水のガチャやりまして、ナナミも出ました。で、ナナミも出て、他には、織田信長 X も出ました。ほんとすごいよな、最近のガチャ運。10月のあの、なんか、星432連続をなんか抜け出したっていう感じがします、ほんとに。まあちょっと対抗棒はまだ、してないですね。あとですね、スズランも当てました。これはサブアカですね。まあできれば主アカで当てて欲しかったっていうのが本音ですけど、まあ贅沢は言わないようにしましょう。だいぶ当たってますからね、今回。ちょっと良かったですよ、本当に。ということで、まあ明日のね、新爆裂。もしかしたら、ラファエル適正かもっていうことで期待しておきましょう。ということで、タケミチでした。ありがとうございました。